い、どうもザンダルクです。というわけで今回もコールオブデューティー MW2 早速ね実況プレイやっていくんですけども、今回紹介する銃はですね、まあ、ちょっと紹介するか悩みましたが、まあ、おそらくね今後弱体化入るだろうと思いますので、まあ、その前に全盛期をねちょっと動画で収めておこうということで、はい、こちらの、ショットガン枠にある悪魔の725ですね。デデドンっていう、まあ、一応ね知らない方向けに説明すると、元銃がねブローニング1人725って銃で、まあ、実際日本でもね猟銃だとか、あとはクレー射撃とかのスポーツで使えるのかな、まあ、多分猟銃だとかで使う銃だと思われます。でこちらまあ前作 MW2019 の一番のぶっ壊れショットガンとなっておりまして、まあ、現 MW でもかなり狭いマップやオーバーキルで重宝するショットガンなんですが、こちらが MW2 でも実装されました。まあ、見た目はね中折れ式のダブルバレルショットガンなんで、まあ、ロマンあふれる銃なんですが、実際はロマンという皮をかぶった悪魔で、まあ、そもそもねダブルバレルショットガンの弱点っていうと装弾数が2発っていう点ですよね。まあ、FPS ゲームにおいてはかなり致命的な弾数じゃないですか。ただその代わり威力と射程距離を上げるって形で強化のバランスが取られてるんですけど、まあ、その威力と射程距離がですね高すぎると、あまりにも火力が高すぎてめちゃめちゃ遠距離までワンパンキルができちゃうんですよね。まあ、そうじゃなくてもこちら2発で連射して撃てるんで、1発キルが仮に取れなかったとしても2発目でキルができるって形で、まあ、連キルは繋がりませんが、どんな初心者でもね、上級者に打ち勝てるから、まあ、ヘイトはかなり高いんじゃないかなっていう。あとまあ前作でもね今作でもこちらオーバーキルがありますので、まあ、弾切れのデメリットっていうのは非常にまあ補いやすいという、まあ、やばい武器で、まあ、MW2019 ユーザーは発狂してこれ見るだけで PTSD 発症するんじゃないかなと。はい、そんな725ねこちらレベル上げて、まあ、一応ね射程距離現状上げれるマックスまでこちらやっております。はい、こちらのバレルと、マズルがこれかな。はい、これがおそらくね現状一番、射程距離が上がる、カスタムとなっております。まあ、一応ねさらに弾薬とかで、スラッグ弾だとか焼夷弾がありますので、そっちつけた方がね多分射程距離上がるんだけど、まあ、一応現状そのショットガンとして使うっていう点においては、このカスタムが一番強いと思うから、まあ、早速ねちょっと見た目はダサくなりますけど、まあ、エム速度も上げつつ射程距離上げた、まあ、あの MW2019 でおなじみの、やばい725を使っていこうかなと思います。はい、ということでこれからもですねちょっとコールオブデューティー MW2 頑張って上げていきますので、もしよろしければ通知が届くにチャンネル登録高評価よろしくお願いします。では参りましょう。さあ、では早速こちらメルカドラスアルマスでキルコンファンドをやっていきたいと思います。まあ、ショットガン使えるポジションありますけど、結構まあ遠距離もあるところなんでね、まあ、そこら辺ちょっとうまいことオーバーキルだとかの武器を使いつつ打開して、まあ、ショットガン725を安定させていこうかなと思います。はい、そして案の定のフリーズですね。これ本当にフリーズした？大丈夫？めっちゃ不安になるんけど。ははははは。PS5 とかさ、PC でこれが毎回起きるからさ、PS4 とかめっちゃ長いんじゃねと思うんですけど、これガチでフリーズしたんじゃね？これガチやん。動いてる動いてる。PS は動いて、オーディオマイク反応する。これガチでフリーズのやつやん。いや、マジで今作フリーズするタイミングわからんよね。あ、アプリ以来やっぱ起きてたんだ。はい、報告と。さあ、では早速こちら、エルアシーロのキルコンファンドをやっていきましょう。まあ、ここは結構ロングマップですから、まあ、本当にこう建物の中、このセンター中入んないとちょっと外が厳しいかなっていうところで、しっかりとね、まあ、前出るところは前出て、それ以外はしっかりと遠距離ね、さばいていこうかなと思います。一応ね、サブの方に、AK 持ってきました。いやー、725確かにかっこいいんだけど、ロマンあるんだけど、まあ、強すぎるね。うん。使ったら下打ちされてもおかしくないような武器だからさ、いや、なかなかちょっとね、取り上げにくいよね。本当はまあ、ロマンとか、総動負荷にしてロマンとか、最長バレルして、ショットガンじゃないよ、スナイパーライフルかとかね、やりたいんだけど、君強すぎるのよ。で、一応ね、この武器腰打ちだったらね、やっぱ、ワンショットワンキル取れないっていう設定になってるんですよ。ちゃんと微妙な弱体化されてますね。まあ、MW だったら腰打ちでもお構いなしワンキルだったんだけど、今作腰打ちのショットガンの、ワンショットワンキル率はかなり落ちてますね。行ったふりするじゃん。と見せかけて戻る。来てない。いないね。で、あと、エイム速度もちょっと遅いので、今作のショットガン君は。725もこういった形で。一応上げててもこれだから、いやー、やばいってこれ。そう、落ちててもこれだから、まあ、相当、あれですね、弱体化はされてるんですけど、それでもあまりある効果力、安定性だから、そこら辺がちょっとあれかなって、さあ、しっかりとタグも取らせていただいて、大丈夫これ。味方全然タグ取ってないじゃん。取るよ俺。で、いますか？真下から来そうだね。すっ。いない。味方が来てもいない。てか、あの遠距離やっぱやるのやばいよね。そう、理不尽性マックス。まあ、それでもこれですよ。ガンマチ必須のエイム速度してますが、それでも腰打ちでこの火力が出てしまう。やばさ。ナイスキル。で、まだいるね。ちょっとリロードしておいて。ただね、この武器の弱いところは、ディロキャンがね、できないんですよ。そう、通常であれば、これでリロードしたら、まだまだ撃てるじゃないですか。これできないんですよ。そう、一応今作は、まあ、マガジン抜いちゃったらね、ディロキャンできないんですよね。これほら、
マガジン刺さってないからリルキャンできないんですよ。ちゃんと刺してくださいねっていうね、まあ、仕様になったんですけど、実銃志向でねなったんだけど、まあ、実銃志向ならさ、いやまだ撃てるやんみたいな、マガジン外してないんやからさ、まだ薬室内に一発残ってんだからさ、そのままリルキャンしたら撃てるようにしてくれよっていう、まあ、だからね謎の仕様がされてるんで、いや実銃志向とはどこ行ったねんっていう、そう、まあ、矛盾してるよね。あの実銃志向でちょっと使いにくいこのリルキャンできない仕様にしたのに、リルキャンできる武器をねリルキャンできないようにしてるっていう、この実銃の矛盾が発生してしまってるんで、そこら辺がまあ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 微妙な点かなっていう、いますね。あれどっちいる、いたいたいた、はい、後出しでも勝てちゃうんですねこれで、ちょっとデッドサイレンスオンラインしましょう。デッドサイレンスオンラインで、さあこれデッドサイレンス使うことによってさらによいしょ、突れるようになったんですけど、ちょっと待ってね、タグを取りたいよ、タグを取らせていただいて、下にいるやつを一掃する。いやデッドサイレンス強いからね、今作はかなり強い。あ、ちょっとでかい、クソでかゲーミングだから、このデッドサイレンスで、はいゴイゴイゴイ、はいゴイゴイゴイして、こっちから来るやつもゴイゴイゴイからの AR 持って、はいゴイゴイ、あーい、マークスマンのガンマチはさすがに無理。とりあえず UAV 出していきましょう。まあまあけどこの武器の強さは分かっていただいたんじゃないかなと、弱点もね分かっていただいたと思います。はい AK ですね。まあ、この安定性ですよ。こういうところはしっかりとサブ武器持ってあげて、よいしょっと来るかな、いたな、これ遠距離どこまで行けるか見よっかー。無理だなあれは、さすがに無理ゲーだなー。どうするかな、普通に AR で抜く。まあ、けど抜いてくれそうだね味方が。やるじゃん。で、多分警戒してるやつが一人いるはず。いるなぁ。これスモーク投げて、スモーク関係でしょ。これ右からやばいんじゃね？おませといて、はい、これジャンプ打ち！上から脳天ズドーン！最強ですね。味方タグ取ってないんで、僕が取っていきましょう。まあ、今作のキルコンはね、なかなかペースが遅いですから、しっかりとタグ取ってね、時間内で終わらせていかないといけないっていう。で、この遠距離ちょっと怖いからすぐ射線切って。は？大丈夫それ。上いるの？どこいるのこれ。上？下？やるじゃん。はい、強すぎマジで、ダメだってこれマジで、やっちゃダメやっちゃダメで、これなんかいるな、ちょっと一旦体力回復するまで待つ。でデッドサイレンスナイス、味方タグ取り、でかい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 。デッドサイレンス使って、でこっちはいない、うん、あーこっち来るね、あ上いんのかこれ。だったら俺はもう敵のリス行くよ。はい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 、セントリーデッドサイレンスリセットされた。はい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 、いやもうほんと強すぎるこれ、絶対怒られる、公式やりすぎこれは。なんでさ MW2019 ですらもう強くて弱体化したのにさ、なぜまた強い性能で出してしまったのかっていう。まあ、弱体化されてるよ、エイム速度とか弱体化されてるから、前作よりかは多少落ちてるんだけど、それでもやっぱ変わらない強さはこちらあるんでね。いやなぜこうなってしまったのか、私は1時間か2時間ぐらい正座させて公式に問い詰めたいでしょ。そしてスカイルの強化をお願いしたい。お疲れい。で、あーうんこー、その採用かわからなかったな。まあまあとりあえずはいっぱいキルできている。このね遠距離いるな、いるいるいる。まあ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 、さすがにあれはちょっと勝てないんでね。よいしょっと、2人いるなあれ。セメテックスオンラインね、マジ下から来る。はい、この打開力いるねー、お疲れ様サタバサ。ちょっと体力がない、一旦リロードする。タグ取って、でちょっとこれもまだいるだろうから、おいナイス、あータグなくなっちゃったな。はい、ここで最強セントリーポジを置きます。このセントリーかなり強いですね。で出しておいて、今のうちにセントリーが守ってくれてる間に、巡航ミサイル出していきましょう。さあ巡航ミサイル、はーあ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 ー、いやーマジ入っちゃったかー君。敵全然映らへんかったな。てか、まあ、とりあえず味方のタグいっぱい取ってポイントうまうまするか。やべめっちゃいる。デッドサイレンスオンラインで、さあこれで足音消して、いた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 、どうするかな。いやこれは無理に顔出さずにピークせずに上から、いないね。敵どこにいる、最悪引いてる、もしや引いてないよね。あ敵いなくね、味方だよね。あああ、ちょっと真下全然おらへん。あいたいたいた、上おったわ。いやー誰か赤点出してほしい、赤点てか UAV 出してほしい、こっちから来る。はい、お疲れ様さ、ターバーさ。出ないんだったら俺が UAV 出します。で、真下にいます。これ、タグ取る前に、下のやつ殺そう。大丈夫それ。はい、こいつもショットガン。同じ穴の無地な。よいしょ、上か。タグ取れるかな、いるんよね、多分そこ。はい、お疲れ。タグ取る。リロードする。やべ、全然セントリー抱えてない。サプレッションなんとかマインがあるから、これ取らずに、回り回って、立ち回って、上いんのか。真下いるのか、うい、やる、いいっすね。壁貫通というか、この柵越しでもしっかりとキルができます。何それドリルチャージャー、怖っ。大丈夫、いない、セントリーここ出しても刺さってないから、多分外周はいないんだよね。ってことなんで真下敵さんいますか、ナイスキル、はい気持ちいいよ。いやマジで、てか敵と全然接敵しない。あ終わっちゃった。まあまあちゃんと時間内に終わってくれましたね。
いや、なかなか今回敵さんさ、あれだったね、接敵しなかったね。まあ、とりあえず室内多分僕が725使ってたから、いや、もう行きたくない、中には行きたくないっつってね、拒んでたんじゃないかなと、思います。はい、一応ですね、KD の方がバケモンで、23キル3ですとなっております。まあ、キルで7ですね。いや、もっと高キルストリック続けばよかったなって感じなんですけど、まあまあ見てもらったらわかる通り、もう負けないんですよ。3ですですよ、皆さん。至近距離の負け、敗北が。ね。それは強いに決まってるやないですかっていう。で、さらにこれよりもね、火力上がって、こういうストックラッシュもほら、貫禄できたから、まあ、これ使っちゃえばさらに上がるし、弾薬とかもね、さらにスラッグ弾とか、焼夷弾とか、いろいろとあるんでね。まあ、まだまだポテンシャル秘めてるこちらの銃。非常にね、強力ですので、まあまあ、弱体化する前にレベル上げるのはね、僕一番いいんじゃないかなと思います。はい、ということで、ちょっとこれからはですね、ちょっと CODMW2 に関する動画、ガンガンと上げていきますので、もしよろしければ通知が届くときにチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。